はい。ドラフトの話です。今回、ドラフトの話にしてます。前回は、アークロイヤーのスイートやってたんで、今回、ドラフトですね。まあ、大丈夫なんで、まあ、2回ほど、まあ、言いました。はい。じゃあ、クッションありがとうございます。言ってた。アクアログじゃなくて、アークロイヤーですね。アカラークとは言っちゃいそうでした。ドラフトでございます。前々回の動画ですね。フリターのレギュラーから、まあ、返すというふうに言ったんで、でしょ。まあ、いいや。鼻かゆい。これコメントだけで見えないですよね、今。表示の仕方これ。こっちは新しくなっちゃったまんまなんですね。アップロードした動画という、ジャンル分けるやつは。スリキャのグレープが返すということでしたんで、スリキャのグレープの途中から、まず集め、いきたいと思います。こうちゃんからのコメント返信で、更新お疲れ様です。久々のコメントですいません。聞くもんだろう。言うもんだろうって面白い。嘘でも、嘘くっついてくるぞって言ったら、よかったのに。これはあかんか。まあ、とりあえず、ブラックからの、給料、返還、ん？おめでとうございます。では、次回の動画待ってます。ご視聴ありがとうございます。いえいえ、自分はまあ、見てもらうだけでいいんで。まあ、そうですよね、普通は、まあ、常識突破されたこと言う。で、言いますと面白いんですよね。まあ確かに族とかヤクザ出てくるぞっていうのもいいと思うんですけど、まあ、なんすかね。ですね。あかんですね。ありがとうございます。とりあえず、給料は、まあもらったんで、もわもわもらって、まあ、もらうもんと、あと、なんですかね。荷物はもう、最初から持ってきてたんで、まあ、あとは金だけあったんで、もう終わりましたね。決着ついて。すいません、また、こうやって更新していこうかなと思います。NMT6OO さんからの、この電信で、初コメします。いつも以上に。なんで感じるんだ、これ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと漢字の意味わかんない。これ鏡だね。鏡舌。なんて読むんだこれ。ちょっと待ってくださいね。重いな。何舌って読むんだそれ。饒舌ですね。饒舌ですね。わ、聞いてて、すがすがしいです。わ。コメント、ありがとうございます。確かに、まあ、いつもより、まあ、喋ってますよね。おお、そう言ってもらえると、ありがたいですね。ヤギ923 ORZ さんからのコメント返信で。ゴミっすね、受けた。はい。本当に、ゴミっすよ。本当に一番抜け。あの会社は。まあ、もはや、もう関係ないと思いますけど。ゴミっすね、本当に。まあ、あれがゴミって言わなかったら、どこの企業も、あれですからね。いい会社になっちゃいますからね。
受信ボックス行っちゃおうかな。始まったんで。まあ、レギュラーの後の動画ですね。これを返した後は。アザシアス、嫌い、これ。ほんと、解約っすよね。四つ目も。何がしてんのか、これよくわかんないっすね、ほんと。最近、よくわかんないのが多いっすよね。受信ボックスか。受信ボックスカーの方で、かっちゃんカーで。アークロイヤルスイート、ドランコミュ転身で。自分もブラデビより好きです。はい。まあ、同じ感想で嬉しいですね。はい。ブラデビより、やっぱりいいっすよね、こっちの方が。はい。なんか、ブラデビはなんか、あれですよね。なんか、えぐいっすよね。こうちゃんからのコメント返信で、ダスコメント15回、今度はコメント返信で、更新お疲れ様です。なんか最近コメント出てきてませんが、できてませんが、生きてます。わら、あまり関係ないですね。わら、また今度いつになるか不明ですが、スカイプよろしくお願いします。では、次回の動画更新待ってます。はい、ご視聴ありがとうございます。まあ、最近、スカイプの方で来てなかったんで、あれどうしたのかなと思ってたんですけど、生きててよかったです。はい。いえいえ。そうですね、こちらこそよろしくお願いします。タイのババアはもう引っ越して、まあ、携帯ぐらいしか使えないらしいんで、まあ、入れられるかどうかわかんないですけど、まあ、ババアも入れられるんでしたらまた、ババアを煽りましょう。はい。また、こういうふうにまた動画更新していこうと思うんで、よろしくお願いします。受信ボックスは、ま、こんな感じなんで、ま、動画を見ながらですね、コメント書いておこうかなと思います。はい。まあ、多分今の言葉とかも、変な風に CC で、返されるんでしょうね。はい。アカラークのソフトですね。まあ、これ返しないと思うんで。あれ？返した記憶あるぞ。あれ？ 返したな。まさかの。まさかのこれ、全部返しちゃって、もう時間が余ってるパターンですかね。はい。タバコこの前ですね、忘れます。これ返してないな。スイキャーのグレープで。ポコパンツさんからのコメント返信で。キャスターオリジナルが廃盤になりましたよね。あまり強いフレーバーのタバコは最近受け付けないですよね。まるまるまる。キャスターも最近ではみんなタバコの一つです。はい。キャスターの、そうですね。まあ、キャスターは、会話になっちゃいましたね。マイルドしか残ってないですね。はい。まあ、すべて、やっぱりなんか、合いますよね。フレーバーが、まあ、香りが強すぎるというやつは。はい。まあ、やっぱりそういう時、合いますね。自分が今、瞑想、まあ、もともと好きじゃなかったんですけど、さらに、捨てなくなってしまったんで、まあ、そういったのと同様に、まあ、やっぱり、合いますね。そういったことは。ガイ787さんからのコミュニケーションで、ブラックデビューの、ピンクローズやってください。はい。まあ、確か、あったかな。まあ、なくなっちゃったと思うんですけど、まあ、あったら、まあ、やりたいと思うんで、はい。また、まあ、一回やったんですよね、実は。はい。で、まあ、結果としても言っちゃうんですけど、あまりおすすめじゃないですね。はい。なんか、トイレの、なんて言ったんですかね、芳香剤じゃなくて、なんか、ブルーレット置くだけみたいな感じですね。はい、あれを吸ってみたいな。
あれにつけたタバコ吸ってみたいな感じですね。かっちゃんからの運転手ね。出演動画でキャストやろうかなと思いますが、ナナミのおじさん売ってコンビニで手に入りますか？したことあんまりないのでよくわからないです。終わるぞと。キャスターは今ないっすね。まあ、一番強くて、マイルドの5ミリしかないんで、まあ、今は売ってないっすね。まあ、廃盤になる前は売ってたんですけど、今はもうないんで、手に入んないかもしれないですね、もう。まあ自分もキャスターだとマイルドしか吸ったことないんでまだ、自分もよくわかんないですね。なんか役に立たないんで申し訳ないです。お知らせ、面接受けるよ。動画のコンテンツで。時間は？あ、もう11分撮ってんだ。豊島優也さんからのコミュニケーションで、頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。これからっていうか、頑張っていこうかなので、よろしくお願いします。何でも何でもさんからのコミュニケーションで、頑張ってください。頑張っていこうと思うんで、よろしくお願いします。なんか、ぐらってますね、今日は。一覧と。なんか、ぐらってますね、本当に。で、ダスクの外資も14回くらい。返したかな？ 50-50。低評と、高評と低評の50-50でしたね。1対1。来てなかったんで。来てなかったというか、返してあるかな？返してありますね。で、ガラム。で、これ来てなかったら、まあ、今回、これにて、失礼させていただこうと思うんで。返しましたね。今回、まあ、コメントも返しを終えましたし、まあ、話す話題もないんで、今回、これにて失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。では、次回の動画でまたお会いしましょう。お話しした。違う。お話しさすじゃねえよ。お会いしましょう。さよなら。次回の動画もよろしくお願いします。